さん、あなたは嘘をついている。先ほどあなたはこう言いました。もう怖くて部屋の中には入れず。こいつが時計だと知るにはその音を聞くしかない。そうだ、あなたはこの時計の音を聞いたんです。あの日あの部屋に入って被害者を殴ったその瞬間に。2時だと思う。突然聞こえた時報、あなたはびっくりしたはずです。だからその時刻が印象に残った。そうではありませんか。証人いかがですか。私は決して。うるせんだよ小分けごとぐじぐじと。俺は見たんだ、あの女を殺したのはあいつなんだ。これにて呪文を終わります。意味あり。そうは。どうして時計が2時間も遅れていたか、その理由はこれです。その写真が何だって言うんだい。海外と日本には時差があります。調書によれば被害者は事件の前日海外旅行から帰国しました。その行き先であるニューヨークと日本の時差は14時間。日本で午後4時の時、向こうは午前2時。その差はちょうど2時間のズレね。被害者はこの置き時計を旅行に持って行って帰国後その時差を戻していなかった。だからあなたの聞いた時報は2時間ずれていたんです。どうですか山野さん。そうまさにそう。ちょっと待ってください。その血文字のメモ、被害者が書いたはずがありません。素人が何言ってるすか。これは警察の解剖記録です。確かに書いてあります。鈍器による一撃で即死。そうっす。その即死の一撃の後、被害者は最後の力を振り絞って。いやいや、最後の力も何も死んでるじゃないですか。え、あれあれじゃないでしょう。確かに おかしいっすね。つまり検察側の証拠は矛盾しています。これはいけるかも。何がおかしいんですか。やれやれ、困るな弁護人。その解剖記録は古いようだ。何ですって。昨日再調査が行われて記録の内容が変わったのだよ。即死からほぼ即死と。ほぼ。つまり被害者はこの文字を書くことができたのだよ。即死ではなかったのだからな。確かに弁護士は記録ぐらいきちんと読んでおくように。ちょっと待ってください。再調査なんて聞いていません。何しろ報告書が届いたのが今朝のことだったのでね。どうやら何か手違いがあったようだなあ糸のこぎり刑事。自分は何も。いずれにせよ勇み足だったな弁護士君。汚いぞ三剣剣士。一つ教えてやろう。法廷で物を言うのは証拠品だけなのだ素人め。どうやら素人弁護士はほぼ即死のようだ。罠だったのか。何ですかな、その愛らしい携帯電話は。これは現場に落ちていた被告人の携帯電話です。何だと。そしてここには事件当夜彼女と被害者との会話が録音されているんです。聞いてないぞ。いや自分は。来月の給与さて楽しみにしておくがいい糸のこぎり刑事。静粛に静粛に。あ、でも今はこの時計喋らないんだっけ。さっき機械を抜いちゃったから代わりに書類が入っているわ。もしかして証拠品で。そうよ、ただいまの通話録音しました。4月3日午前9時27分。つまり事件当日の午前中すでに時計の中には機械はなかったんです。だから事件のあった夜この時計が鳴るはずがない。梅代さん、あなたの証言は決定的に矛盾しているんです。嘘、あの会話が残ってたなんて。今なんて。あの会話が残ってたなんて。あなたは知っていたんですか、二人の会話を。
本件とは関係のないことである。これ以上追及の必要はない。そうはいきません。やっぱりそういうことだったんだ。梅尾さん、あなたは綾里法律事務所の電話の会話を聞いていたんです。こいつで。それは盗聴器。ホテルの部屋のゴミ箱から見つけました。さあいかがですか梅尾さん。あなたは現場の電話を盗聴していた。これは立派な犯罪です。おひげ、うるせんだこのギザギザ頭が。盗聴なんてどうだっていいだろっつーな。あの小娘がやってんだ、とっととぶち込んじゃってーな。つーの、私はただ連中の会話を聞いときゃって命令されてただけ。殺人なんて関係ねえっつーな。いやり、なんだ今のあなたの証言は完全に矛盾している。なんだと。これを見てください。ホテルの窓から現場を覗いたとき見えるエリアはズバリこうなります。さあいかがですか。窓の外から死角にある電気スタンドは見えないんです、絶対に。事件当夜、壊れた電気スタンドを見ることができたのはここ、綾里法律事務所にいた人物だけです。つまりあなたは電気スタンドが倒れた時綾里法律事務所にいた。まさに事件が起こったその瞬間に。これはたった一つの事実を立証しています。小中さん、あなたは被害者を凶器で殴った時電気スタンドが倒れるのを見た。つまりあなたこそが綾里千尋さんを殺害した真犯人なのです。小中さん、あなたがやったんですね。弁護士め。それではこれにて審理を終了して判決に移ります。待った。最後に一つだけこれを見てください。はっ、今さらなんだ。そんなもの今となっては何の意味もない。こっちは裏です。なんだと。重要なのは表、これは領収書なんです。領収書だって。一体何の。ガラス製の電気スタンド。事件の際倒れて割れたスタンドです。裁判長、その発行日はいつですか。4月2日。4月2日、そう、まさに事件の前日です。前日だと。つまりあなたが綾里法律事務所に侵入したと証言した3月の終わりにはあのスタンドはまだなかったんです。バカな。いくら嘘を重ねても罪を逃れることは絶対にできません。裁判長、これでもまだ僕に有罪判決を下すおつもりですか。レーバー、俺僕は認めないぞ。そこの生意気なギザギザのやつなんだ。待った。裁判長、検察側はもう一日審理の延長を要求する。ほう。再調査の上新たな証拠を提示したい。逃がしてはダメよ、今ここで決着をつけないと。はい、どうすれば。よろしい、この審理明日まで延期します。そんな。はっ、とんだ茶番だね。僕はこれ以上の証言を拒否する。それじゃあ諸君、グッバイフォーエバー。待ちなさい。なんだこれは。あれはさっき千尋さんが走り書きしていた。バカな、どうしてこのリストが。あなたがこれまで脅迫してきた政財界や有名人のリストよ。なぜだ、あの晩始末したはず。それがマスコミに公表されたらあなた一体どうなるかしらね。リストはここに刻みつけてあるの、読み上げてあげましょうか。まずは法務大臣の。ストップ。それだけはやめてくれ。
それでは認める、認めるよ。僕はよろしい。それでは判決を言い渡します。ジニアリ、犯行が可能だった人物が荷星さんの他に一人考えられます。くだらぬ悪あがきだな。一体誰だそいつは。それはそのおばちゃんです。なんだって。写真の殿様は足を引きずっている。つまり午前中の打ち合わせで荷星さんが怪我したのを知っていたことになります。被害者と荷星さん以外にその怪我を知っていたのはただ一人、おばちゃんだけです。わっ。おばちゃんは正門の前で一人で警備をしていた。逆に言えばアリバイがないということです。少しの間持ち場を離れ、トナ様の着ぐるみを盗んで犯行現場へ行くことができた。おばちゃんが犯人だってのかい、この恩知らずめ。恩には心当たりがありませんが、とにかく現時点でその可能性を否定することはできません。静粛に。しかし、なぜおばちゃんはわざわざ着ぐるみを着たのですかな。考えられるのは防犯カメラです。スタジオに向かうときゲートを通ると自動的に写真が撮影されます。正体を隠すには着ぐるみを着るしかありません。確かに筋は通っているようです。どうやら審理は一旦中断した方が良さそうです。三剣検事は、あ、このおば証人の身柄をとりあえず拘束して取り調べを行うように。検察側に判決を急ぐ理由はない。仰せのままに。おばちゃんには悪いけど、なんとか一日時間を稼ぐことができたみたいだ。それでは本日はこれにて閉店。そこまで言われちゃ黙ってらんないね。おばちゃんもう喋っちゃうからね。証人。何のことだ。実はね、おばちゃん口止めされてたことがあんのよ。口止め？なんだと？そうさ、いいかい？よくお聞き。あの日撮影所にはおばちゃんたちの他にも人がいたんだよ。バカな！我々は聞いていないぞ。どうやらこの審理はまだ終わらないみたいだ。うるさいわ、早くつまみ出して。正しきを貫いて悪を打つ、それが正義の味方なんだろ。だったら悪霊をやっつけて、殿様を助けてよ。殿様は人殺しなんかしない、正義の味方なんだ。静粛に。その子供を早く退廷させなさい。やめろよ、切り捨てるぞ。静粛に。それでは審理を再開します。何でしたかな。ありもしない本当の狂気の話が終わったところだ。異議あり。話はまだ終わっていません。なんだと。たった今全ての答えが見えた気がする。胃袋さんの命を奪った狂気も。なるほどか。弁護側は新しい証拠を提出したいと思います。この写真は一体。5年前の第二スタジオで撮影中に不幸な事故があり、これはその時撮られたものです。おお、なんとも痛ましい。異議あり。今は被害者の命を奪った狂気の話をしているはずだが。この写真にはっきり写っているじゃないですか、その狂気が。まさか。コテージの階段から落ちればどうなるか、この写真が物語っています。中止に決まってるわ。異議あり。リハーサルができないと思ったから持っていかなかった。
それではまるでコテージを出る前からすでに死体があると知っていたようだが。静粛に。宇宙木検事、確かに興味深い指摘ですが、なぜ検事であるあなたがそれを。宇宙木検事、多分あいつにも分かったんだよ、誰が真犯人なのか。異議あり。姫神さん、今確かにこう言いましたね。怪我をした胃袋と。だったら何。あの日怪我をしたのは胃袋さんじゃない、被告人荷星さんだったんです。どういうこと。確かにコテージに現れた胃袋氏は足を引きずっていた。だがそれは荷星三郎のふりをするためだった。なんだって。そもそも午前中の打ち合わせにいなかったあなたがなぜ怪我のことを知っているんですか。それはそう、不在宇宰に聞いたのよ、あいつが。それはありえません。宇宰監督はあの日荷星さんが怪我をしたところを目の前で見ていた、間違えるはずがありません。 あなたはあの日胃袋さんが足を引きずっているところを見たんです。では一体いつそれを見ることができたのか。それは胃袋氏が着ぐるみを盗み第二スタジオのコテージに向かった時しかない。つまりコテージにいたあなたが15分休憩を取った時です。それはまさに被害者の死亡推定時刻と完全に一致する。はあ、あなたがやったんですね、姫神さくらさん。そう、犯人はこの私。私の乾杯ね。では裁判長、今度こそ判決を。異議あり。事件当夜、御剣玲二をはっきり見た。証人はたった今そう言った。弁護側はその新しい証言に対して尋問する権利があります。異議あり。尋問はすでに終了したのだ。弁護側の異議を認めます。何だと。弁護人は尋問を続けるように。はい。愚かな。迷いちゃん、ありがとう。君がくれた最後のチャンス、無駄にはしない。さあ、くだらぬ審理はここまでだ。異議あり。この拡大写真には決定的な矛盾があります。矛盾。先ほどの糸の子刑事の証言を思い出してください。その凶器に指紋が付着していたか。三月検事室、右手の指紋がはっきり。しかしこの写真を見てください。発砲している人物は左手に拳銃を持っている。お、つまりこの写真で発砲している人物は御剣玲二ではありえない。被告人、御剣玲二に判決を言い渡します。有罪。終わったのか。ちょっと待てな、何者ですか。それではこの審理を終了いたし。やはり。お、銃声が聞こえた時お前が聞いた言葉をもう一度。お耳の恋人ミミちゃんの。ミミちゃんのだ。いいぜ。クリスマスはもう目の前。なんでゆるくなる。また佐川長、お聞きになりましたか。なんですかな。銃声が聞こえた瞬間、お耳の恋人ことミミさんはクリスマスは目の前と言った。つまりその時はまだクリスマスになっていなかったんです。はっ。しかしこれまでの証言では銃声が鳴った時刻は午前0時を過ぎていた。この写真が証拠です。カメラが銃声に反応してシャッターを切った時刻は
12月25日午前0時10分明らかに時刻が違います。異議あり。証人の勘違いだ。何だって。勘違いではありません。破裂音に反応してシャッターを切るようセットされた大騒ぎ夏美さんのカメラが撮った写真です。何も写ってませんが。裏です。12月24日午後11時50分あ、そうか。そうです。やはりは確かに銃声を聞いた。ただし他の証人より20分早く。バカ。どちらかの証人が時刻を間違えたということでしょうか。いいえ、夏美さんのカメラは0時10分にもシャッターを切っている。つまり銃声は3回鳴ったんです。11時50分に1回、そして0時10分に2回。その男がくしゃみでもしてカメラが反応しただけのことだろう。してねえよ。あくびと鳴らしたけどな。いずれにせよ判決を覆す証拠にはならん。直ちに平定だ。そもそもこの証人と被告人三剣礼二には何のつながりもないのだ。異議あり。被害者生倉弁護士と三剣礼二には一つ接点があります。 DL6 号事件、被告人の父親が射殺された事件です。そしてその時の容疑者を弁護したのが生倉さんだった。しかしその事件とこの証人に何の関係があるのですかな。この事件の根っこには15年前の DL6 号事件がある。そうですね、証人。弁護側は当時の事情を知る星影空之助弁護士の証言を要請します。ではさゆり嬢には退廷を願おう。マスター、さゆりさんはすでに重要な証言をしてくれました。なんだと。これはハイネ光太郎の資料です。婚約者の名前を見てください。松下さゆり。さゆり。これはあなたはオウムに亡くなった婚約者の名前をつけたんですね。単なる偶然だ。では金庫の番号はどうでしょう。さゆりさん、金庫の番号は1228。それがどうした。1228。12月28日 DL6 号事件が起きた日付です。偶然に過ぎる。裁判長、速やかにこの小動物を片付けろ。異議あり。異議あり。単なる偶然が2つ重なったらそれはもはや偶然ではありません。そしてこの手紙と合わせれば答えは一つ。証人、あなたの名前はハイネ光太郎ですね。異議あり。答える必要はない。このような根拠の薄い告発など。もういいです。何。裁判長、ボート小屋の管理人ことハイネ光太郎は犯行を自白しました。弁護側は被告人の無実を主張します。カルマ検事、いかがですか。無罪だろう。この件に関してはな。では被告人三剣礼二に判決を言い渡します。無罪。では本日はこれ。異議あり。裁判長、私はここに告白する。 DL6 号事件の真犯人はこの私だ。ミスルギ。それでは被告人ミスルギレイジに異議あり。あの日現場ではやはり2発目の発砲があったんです。くどい。2発目の弾が消えた。その理由が一つだけ考えられます。それは何ですかな。犯人が現場から持ち去った。異議あり。一体なぜそんな無駄なことをする必要がある。それはダメだ。確かに弾を持ち去る理由なんて。発想を逆転させるの。千尋さん、犯人は弾を持ち去ったんじゃない。持ち去らざるを得なかった。そうか。犯人が弾を持ち去らざるを得ない理由が一つだけある。なんだと。2発目の弾が犯人に命中したとしたら。と
頭の犯人に犯行の際犯人も撃たれてしまったとしたらそのまま立ち去るしかありません。だから現場には2発目の弾がなかったのです。あの日裁判所で拳銃によって負傷した者の記録はない。必ずいるはずだ。あの日怪我をして裁判所を抜け出した奴が。あの事件の翌日1日休暇を。まさか犯人と考えられる人物が存在しない以上今度こそこれまでだ。一人だけいます。犯人になりうる人物が。耳を貸すな。ただちに彼は天使。15年前自ら弾を受けながら被害者を射殺、現場から消えた人物、それはあなたです。はっ、それでは今度こそ判決を言い渡す。バカだ。それは一撃刑事のお父さんの命を奪った弾、隠してありました、あなたの部屋に。貴様、大至急彼は源氏の肩の弾を摘出してください。そして二つの弾の線条痕の検査を。その結果線条痕が一致すれば二つの弾は同じピストルから撃たれたことになり、彼は源氏、あなたがあの現場にいたことを立証せ。完璧に。いかがですか、彼は天使。あの時の声、あなただったのか。三つ木霊子、親子揃って我が輩に歯向かうか。あなたは法による裁きを受ける、それだけのことだ。15年前のあの日、我が輩は法廷の資料室にいた。あの停電でエレベーターは停止していた。その時肩に焼き付く痛み、そしてエレベーターのドアが開いた。中には3人が倒れていた。その一人が三井新、我が輩の立証に傷をつけた弁護士。足元にはピストルが転がっていた。これは運命なのだ、我が輩はそう思った。そう、やつ誰に撃たれたかも知らないまま死んだのだ。だからあの時ハイネさんに撃たれたって言ったんだね。父として幼いミスルギを守ろうとしたのかもしれない。過去からの銃弾に再びこの身を撃ち抜かれるとは、これも運命か。あなたを撃ち抜いたのは銃弾ではなく真実です。かかりが。やりましたよ、シシロさん。証人の名前を。あら、あんたいい男だね。おばちゃんちょいとときめいちゃったよ。な、名前を聞いている。やだね、この子照れちゃってさ。おばちゃんでいいわよ、おばちゃん。名前だ。大場カオルよ。ほら、おばさんもおばちゃんも大して変わらないでしょ。だから昔はよくいじめられたりもしたわけよ、これで。でも中学の頃憧れてた将棋部の先輩におばちゃん呼ばわりされた時は泣いちゃったわね、このおばちゃん。